子供が神経質すぎて悩んでいる、こんな悩み持っていないでしょうか。今回はですね、神経質な子供の特徴や直し方、こちらについてお話をしていきたいと思います。はい、改めましてですね、思春期の子育てアドバイザーの道山圭と申します。この思春期の子育てチャンネルでは、思春期の子供がいるお父さんお母さんたち向けに思春期の子育てテクニックについてね、お話をしているチャンネルとなります。もしよかったらね、チャンネル登録もしていただけると嬉しく思います。今回はですね、この神経質な子供ですね、これの子についてね、お話をしていくんですが、最近ね、神経質な子供って本当に増えていますよね。で、多少ね、神経質ぐらいだったらその子の性格っていうことなので、そんなに気にはならないんですけど、やっぱ生活に支障が出るほど神経質だとちょっとこれは問題ですよね。なので、お父さんお母さんができる直し方ですね、ここを今日はちょっとお話ししますので、一回ね、それをやってみてください。そうするとね、お子さんの症状結構軽くなるかなと思います。本当に間違ったね、やり方してしまうと余計に神経質になったり、ひどい場合はね、部屋に引きこもったりするってことも全然ありますので、そうなる前に今日の内容をやってみてください。はい、でまず最初に、神経質な子供ってどんな子かなって話で、ちょっと特徴だけお話ししていきたいと思います。はい、でそもそも神経質の意味なんですけど、これは細かなことで気が病む子のことを神経質って、気が病む人のことを神経質な人っていう風に言うんですね。なので、もうダイレクトにそのまま細かなことで気が病むっていう特徴がありますと。でこれどういう状況かっていうと、例えば、置いてある場所、何かね、じゃあコップでも何でもいいですし、家に置いてある場所があるとしますよね。でその場所が違うだけでちょっとイライラしたりとか、ちょっとなんかね、じゃあ自分の部屋の何かが汚れているだけでイライラしたりとか、あとはスマホにちょこっと傷がついただけでやたら落ち込んでね、もうなんかずっと寝ているとかね、こういうような、こんなことで落ち込む必要あるとか、こんなことでイライラしなくていいじゃんって客観的に見ても思う部分でイライラしたり落ち込んだり気が病んだりしていたら、神経質というふうに言えますと。で2つ目がですね、周りからの評判に敏感ということですね。これどういうことかっていうと、別に誰かから悪口を言われているわけでもないのに、なんか悪口言われてるんじゃないかなとか、あと私嫌われちゃったんじゃないかなみたいな感じで、ひどく思っちゃうパターンですね。これも人間ならね、多少は思うことあると思うんですけど、周りから見てね、いやそんなに落ち込む必要あるって思うぐらい、こういうふうに敏感になっていたら、神経質というふうに言えるかなと思います。であと、これネガティブな面なんですけど、実はポジティブな面もあって、これ細かい気配りができるという面があります。っていうのは何かっていうと、神経質、要するに細かいことに目がいくってことなので、やっぱり細かい気配りができるんですよね。例えばこういうこと言ったら先生傷つくんじゃないかなとか、こういうこと言ったらね、〇〇くんが落ち込むんじゃないかなとか、そういうようなことがもう事前に分かるっていうような、そういう能力もあったりします。だからうまく使えばポジティブなんだけど、これがネガティブに働くと、辛くなっちゃうってことですね。はい、でじゃあ、もしお子さんがですよ、この神経質で眠れなくなったらどうするかってところもちょっとお話ししますね。というのも、神経質の子で本当にね、辛くなると寝られなくなっちゃう子がいるんですよ。でこの時にね、神経質だから寝られない、どうしようっていうふうに思われる方もいらっしゃるんですけど、これ神経質だから寝られなくなるわけではないんです。ここは直接はつながっていません。どういうことかというと、神経質な子というのは、さっきも言ったように結構いろんなことで悩みやすいんですね。で悩みやすいと、結果的にこの悩んで夜そればっかり考えてしまって寝られなくなるっていう、この順番でつながっているということなんです。なのでこれ簡単に言うとですよ、この後紹介する流れで、この真ん中のね、悩みとか不安っていうのをお父さんお母さんたちがちゃんと解消してあげれば、寝られなくなるってことは基本的には改善できるかなと思います。はい、ただもう本当にあまりにひどくてね、もう生活に支障が出ているとか、そういう場合だったら、ちょっと一時的にですけど、軽い睡眠薬とかをね、処方してもらって、それでちょっと一時的にしのぐってこともね、検討はしてもいいかなと思います。ただこれ一つもちろんデメリットがあってね、睡眠薬というのはこれ使いすぎると薬なしでは寝られなくなっちゃうんですね。これもこれで実はデメリットな、辛いことなんですよ。なのでこの辺のね、どれぐらいの量を使うかとかって話は、やっぱ児童精神科医の先生が専門なのでね、こういったところにちょっと相談して使うべきかどうか、薬局でね、ちょっと買って適当にやり続けるっていうのはちょっと危険なので、ここはちゃんとね、先生の、判断を仰ぎながらやっていった方が個人的にはいいかなと思います。はい。じゃあ、実際にね、神経質な子供に親は何をすべきかってところをお話ししていきますね。でこれ3つあるんですけど、まず1つ目、不安を聞いてあげてください。
まあ、神経質な子というのはね、なんか友達から悪口言われてるかもしれないとかってこう言ってきますよね、うん、とかなんかあそこにさ置いてあったコップが移動されててすごく嫌なんだけどとかってね、親からするとそんなことでイラつくとかそんな風に思っちゃうのって思うけど、まあ子供からしたらそれが辛いことなんですよ、うん、だからそれにアドバイスするんじゃなくてひたすら傾聴と共感をして不安をたくさん聞いて吐き出させてあげてください。うん、そっか悪口言われると辛いよねとか、うん、あそっかちょっと移動されてたんだ、ちょっとそれ嫌だねとか、うん、そういう感じでひたすら聞いてあげればいいです。うん、もう絶対あなたが悪いよって言っちゃいけないので、うん、ひたすらねもう聞いてただ話を聞くだけで OK です。で次2つ目がですね、誤解を解くきっかけを作ってあげてください。うん、っていうのもさっきも言った通り、例えばじゃあコップの場所が移動されていて何か問題が起こるかって言ったら別に問題起こらないんですよ。うん、とか友達から悪口を言われているかもしれないだけであって言われているかどうかもわからないんですよ。うん、だからこれ普通にね、あの神経質じゃない人からしたらそんなこと思わなくていいじゃんって感覚なんですよね。だからそういうような、そんなことを思わなくても大丈夫だよっていうような思考に切り替えてあげることが大事なんです。で、これどうすれば切り替えられるかっていうと、自然とそういうような風に思えるような問いかけをしてあげてください。例えば、子供がね、じゃあなんか不安を言われてるかもしれないって言ったら、あ、そうか、それ辛いよね、と、うん、話を聞いたとで、そういえばさ、その悪口とかってなんか直接言われたの?みたいな感じで聞くわけです。まあ、すると子供は、いや、直接は言われてないけど、みたいな風になりますよね。あ、そっかそっか、と、うん、まあ、でも直接言われたらやっぱ先生には相談しないといけないよね、みたいな話で終わらせておくわけです。すると子供からすると、まあ、確かに直接言われてないから実はこれ勘違いなのかなって思ったりしてくるわけですよね。うん、だからあなたはそれただの誤解だよっていうふうに断言するんじゃなくて、子供がそういうのをね気づくような助言とかをしてあげるっていうことが一つできることかなと思います。はい。であと3つ目ができることを合わせて難しいことは理由を伝えるということですね。というのもまあこの親、例えばですよ、じゃあこのコップの位置がちょっとずれているからイラつくとしますよね。でここでまあそこに対して親がね合わせてあげられることならいいですけど、親もそんな全部が全部ね子供に合わせてることは難しいですよね。うん、だから親のねこのなんだろう合わせることができるジャンルであれば、あ、じゃあごめんねとお母さんちょっとこういう風にしておくねっていう風に合わせてあげればいいんですけど、難しいことに関してはきちんと理由を伝えてできないよっていう風に伝えちゃっていいです。うん、例えばさっきのケースで言うんだったら、あ、そっかと、うん、あ、まあお母さんもちょっと意識はするけど、でもお母さんもそんな完璧にはね調整できないからねってことはちゃんと言ってあげるとかね、じゃないと子供はどん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 もう言いたい放題になるので注意をしてください。はい。で、あと、本当にね、ひどい場合、うん、これはもうやっぱ子育ての力だけで改善するのはやっぱなかなか難しいです。うん、で、その場合は、やっぱカウンセラーとか心理師のね、サポートとかを受けた方がいいですね。うん、っていうのも、本当にこれがね、もうあれにも気を使う、これにも気を使うみたいな感じでね、子供がいろんなことに気を使いすぎていて、なんかそれのね、怒りの矛先を全部親にぶつけられたら、もう親もね、精神的に疲れてきますよね。またかと、もうそんなに言わないでっていうふうにやっぱ親も思っちゃうわけですよ。で、そうすると、親もイライラがたまり、もういい加減にしてみたいな感じでぶつかると。でも子供からすると、お母さん聞いてくれないのってなって結果的に苦しくなりますよね。だからこれはどっちが悪いとかではなくて、この場合は間にやっぱ間というかね、親だけじゃなくて他にも話を聞いてもらえる人を作ることで親の精神的な負担が軽くなるんですよ。なのでまあ身近にね、できるところとしては、やっぱスクールカウンセラーが一番おすすめですね。うん。で、スクールカウンセラーにまずは話を聞いてもらえるようにちょっと手配すると。うん。まあ、これは担任の先生にね、ちょっと事情を話せば、先生の方から手配してくれると思うので、まずはこれをちょっとやってみてください。うん。で、それでもね、ちょっとね、やっぱスクールカウンセラーとはいえ、毎日いるわけではないと思うので、なかなか改善しないんだったら、それこそ、児童精神科医とかに行けばね、専用の心理師の先生とかを紹介してくれるので、まあ、そういったところでちょっといろいろ話を伺っていくと、まあ最初はね、話を聞いてくれるだけだと思うんですけど、ちょっとずつこの思考をね、変えるためのトレーニングとかもやってくれる先生とかもいらっしゃいますので、うん、そういうことをやって、お父さんだけ、お母さんだけじゃなくてね、専門家を交えて一緒に向き合っていくといいかなと思います。はい、ということで今回は、神経質な子供の、ね、特徴と直し方ということでお話ししました。もうちょっと細かい説明はホームページにまとめてあります。よかったら概要欄から
ホームページをねチェックしてみてください。もう過去に書いたね、400、500ぐらいね、この思春期の子育てに関するいろんな考え方とか、問題の解決策のねこの情報をまとめていますので、よかったらこちらも参考にしてみてください。あとですね、他にも何かね、こんな情報を聞きたいよとかあれば、ぜひねコメント欄の方に書いていただけると、まあ、今後のねこの取り扱っていくテーマをね決める上での参考にもさせていただきますので、よかったらねこの下のコメント欄から、こんな話聞きたいとか、感想とかいろいろ書いていただけると嬉しく思います。